パトリセ・エメリー・トロボアダは、サントメ・プリンシペの政治家。2008年と2010年から2012年、2014年から2018年の3度、同国の首相を務めた。父は1991年から2001年まで、首相を務めたミゲル・トロボアダで、今後民主共和国の初代首相、パトリス・ルムンバにちなんで名付けられた。2001年9月から2002年2月4日まで、 外相を務め、その後は、フラディッケでメネゼス大統領の石油顧問を務めたが、自らの地位を悪用し、私的な利益を生み出しているとして2005年5月に、罷免された。現在は、独立民主行動の幹事長を務める。2006年7月の大統領選に立候補し、対抗馬の本命と目されたが、得票率は38.82%に止まり、現職のメネゼスに敗れた。 2008年2月14日に、トメベラクルス首相が辞任すると、メネゼス大統領から首相に指名された。同年3月4日にはガボンを手短に公式訪問した。しかし、発足からわずか3ヶ月の5月20日、国会に野党のサントメプリンシペ、解放運動社会民主党から、問責決議案が提出された。決議案は、賛成30票。 反対23秒、危険2票で可決され、トロボアダ内閣は総辞職。その翌月に、メネゼス大統領が ML、MLSTP、PSD に組閣を要請し、ジョアキン・ラファエル・ブランコ党首を主犯とする新内閣が、発足した。その後、2010年の議会選で首相に復帰したが、国会での過半数を失い、2012年12月12日に、政権を降りた。 2014年11月29日に3度目の首相に就任し、2018年の議会選でありは、第一党を守った者の,の過半数を割り込み、野党連合に政権を奪われることとなった。ありがとうございます。